久保さん、今回大学にしましょうか、大学の大。大学ね、今ね、本当にい、行く意味ないと思う。高校もないんじゃないかなと。中学校はまあ義務教育なんで、まあ仕方ない部分はあるかもしれないですけど、まあ高校とか大学とか行く必要ないかなと思いますね、今は。うん。なんか、僕の中学校の時、同期だった後藤くんっていう子がいるんですけど、後藤くんはですね、 あの、俺は高校行かないと。寿司、寿司職人になるんだっつってね。なんか寿司職人に、いたまに修行しに行きましたけど。今はまあな、そういう道じゃなくても、ね、ね、自宅でネットでなんかいろいろできたりとか、まあ、まあ FX とか投資とかもあるだろうし、まあお金の稼ぎ方はね、い,いくらでもあるわけですよ。探せば。だから、 んー何のために大学に行くのかっていうと、まあ多分何も考えてないと思うんですよね。まあこの勉強をしたくて、まあだから将来自分がどういう人生を送りたいのかっていう、うん、何を目指してるのかっていう。例えばまあ、なんだ、お医者さんになりたいと。将来お医者さんになりたいってことだったら、その大学でね、その試験とか、ああ、資格とか、なんかそういうのは必要かもしれないですけど、なんかそういう、なんか、 学校に行く、まあ、なんだろうな。そういうのが必要じゃないものであるならば、別に行く必要ないと思うんですよね。まあ僕みたいに、まあ将来自由に行きたいと。将来自由に行きたいんだったら、別に、ん、学校で勉強すること僕、生きてるのかっていうと、うん、生きてるようで生きてないっていうね。うん。 まあそもそも、まあ久保さんもそうだと思うんですけども、学校でインターネット、パソコンの使い方まあ YouTube の使い方とか勉強してないですよね <laughs>。でも一番僕、今久保さんも僕もそうですけど、一番生きていく上で使ってるものって YouTube じゃないですか。で、YouTube1 ミリも学校で教わったことないですね。まあもうそもそもなかったですね、インターネットが。うーん まあ僕が大学の時は、あのー、ネットちょっと出てきましたけども、まあそれでもまだフロッピーディスクのパソコンとかでしたからね。大学のコンピュータールームがフロッピーディスクのパソコンですよ、まだ。そういう時代ですから。で、パソコンがノートパソコンとか50万とかするぐらいの時代でしたからね。うん。まあ時代は変わったんでね。もうなんか昔の、なんか価値観とか。 概念はいらないんじゃないかなと思うんですよね。うん。好きに生きようと思えば好きに生きられる、んですよ。まあ、あとは、じゃあ好きに生きるために何を学ぶのかっていうとこですね。まあ、久保さんが、まあ、何を学ぶのかって話をしてましたけど。うん。だからまあ、ね、漢字を覚えられなくて、漢字僕知らないですけど、別に生きていけてるし。うん。多分僕より漢字、まあ、久保さんの方が漢字書けると思いますけど、そう。漢字も書けません、みたいなね。 漢字が書けますみたいな漢字が書けない漢字が書けない人の講義を一生懸命聞いてる人がいるんですよね。お客さんで。まあ僕の全員そうですけど <laughs>。何なんでしょうねう。ぶっちゃけまあね、漢字が下手だったりとか字が下手だったりとかそういうのを隠したいんだったら、別にそのスライドショーを作ればいいだけなんで、プレゼン資料を作ればいいだけなんで。変換すれば出てくるし。まあ僕はもうホワイトボードバーってね、ああやっちゃってますけど。 うん、だからなんか、今は、今あるもの、まあ、手持ちのカードですよね。時代に応じた手持ちのカードみたいな。時代で使えるカードっていうのがあるわけですよね。自分の手持ちのカードじゃなくて、時代、時代ごとに使えるカードってあ,あるって、今、令和で使えるカードっていっぱいあると思うんですよ。昭和で使えなかったカードが令和で使えるみたいなね。で、そのカードを使いまくるか使いまくんないかじゃないですか。うん。 自分の手持ちのカードがなくても、令和はあるんです。令和の時代はね <laughs>、うん。はい。い,いってらっしゃい。